こんばんは。恋愛相談のメールをさせていただきます。看護婦さんのことを好きになってしまったのですが、コロナ禍の中、看護師という大変な立場で仕事をしている彼女に、自分の都合だけで気持ちを伝えて良いのか迷っています。余計な負担をかけてしまうのではという思いが優先してしまい、行動に移せません。職業や立場などのことは考えなくて良いのでしょうか。こんな世の中でなければすぐにでも気持ちを伝えていると思います。くんいちさんならどういう行動を取りますか。アドバイスをもらえたら助かります。ありがとうございます。そうですね、普通だったらすぐ伝えたらって言いたいところですけども、本当に看護師さんの人たちは今休みもなく過ごしてらっしゃるでしょうから、なかなかね、どういうタイミングで伝えるのがふさわしいのかっていうのが難しいんですけども、でも縁の下の力持ちみたいに見られてしまってる看護師さんたちですけど、個人としてそれをちゃんと見てるよっていうのをソンブレロ浩二さんがしっかり伝えてあげるのが一番まずは喜ぶんじゃないんでしょうか。